おい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 ってこう例えば来られたとしましょう。ちょっとそういうふうにやってきたとしよう。こう来た、こう来た、こう来た、こう来たらここ入った。こうやって相手がものすごい攻撃の意思をこっちにね示してきます。強いんです。こう抑えられてますから、こういくと出てくるし、こっちの足も来るしね、危ないです。なのでグーと取られたら相手のぶつからないところにこう入っていくんです。もうこれだけいいですか。もう一回強く取ってきます。こう単純に取られた瞬間に相手の力が入らへんとこに体を持っていってる。おいおいってこう例えば来られたとしましょう。ちょっとそういうふうにやってきたとしよう。こう来た、こう来た、こう来た、こう来たらここ入った。こうやって入ると相手は倒れます。自分は何もしなくてもいい。例えば胸取りでも一緒、グーッと取られたらここ入った。この時にグッと取られた時にやっつけようと思ってこう入っていったら相手やっぱ強いでしょ。これ相手の体になんていうかな、力を伝えられてないんです。で、まあぶつかってるというか相手の力、相手に力が通じてないね。グッと取られた時にこういっても弱いです。やっぱりぶつかってガーンときますね。なのでさっき言ったように骨盤の上に上半身をまっすぐ乗せた状態で前へ行く。こうすると倒れます。いいですか。もう一度グッと取られたら頭のてっぺんからつま先のいつも言ってます親指の母指球、そこのところにストンと一本棒を通してください。棒を通したらその棒を平行にスッとこう前へ出すように前へね。で、まあ今ちょっと当たったら少しこう腰を回転させましたけど、そういう風にしてちょっと倒してみましょう。こういうことができるといろいろと技の応用が効いてくると思います。はい、行きましょう。もっと簡単に言うとこういう風に相手が攻めてくるのに対してすれ違っていいんです。何をしてるかというと相手がこういうふうに自分に対してこう強い攻撃の意思を向けてきてます。こういうのが来てます、ね、ここにおったら不利なんですよ。やっぱ抑えられてるし、すごく強く大きい力を向けられた時にこれに対してすれ違ってるんです。いいですか。今どうしてもみんなの見てるとここで抑えられてるからこれをなんとかしないか。もっとしてきてごらん。すごい攻撃のに対してこう入っていってる。なんていうかな、相手に対して、なんとかこう自分の力をぶつけに行こうとしてる。ここで止められてるんです。こういうふうに立ってる人に対してど真ん中でこう整体してるもんをスッとこうすれ違っていく。でこれがこうすれ違うのではやっぱり相手に力は伝わらないかというて、こう入っていったらぶつかっちゃう。だから相手の強い攻撃の意思に対してそういうように入っていきます、ね、反対の方が分かりやすいかな。こっちも取れるか、うん、このぐっと強く押してきたものに対してすれ違ってください、ね。結構大きな力がかかりますから、沿うように入って少し相手の後ろに入ってる。裏に入るからすれ違う。ちょっとこう相手の裏に入る、これが裏落としということでね、つながっていきますけど、すれ違ってみてください。はい、いいじゃないですか。いいと思います。すごくいいと思います。ここでかなりここにね、玲子さんの意思がキューッと来てるのがよくわかります。もっと拡散させて体全体ここが進みます。
その方が強い。そうそうそう。その方が強いです。